ザ・デイリー・クーラントの創業地近くに残されている記念の標識。ザ・デイリー・クーラントは1702年3月11日に創刊されたイギリス最初の日刊新聞。創刊したのはエリザベス・マレットという女性でロンドンのフリートストリートの酒場、キングス・アームスの隣が創業地であった。新聞は1枚だけのペラ新聞で、裏面には 広告が掲載されていた。マレットは広告で、掲載する内容は国外のニュースに限り、彼女自身のコメントは一切付け加えないとして、読者が自身で考察するに足る見識を持っていることに期待していることを表明していた。その後、ほどなくしてマレットはザデイリー・クーラントをサミュエル・バックリーに売却し、バックリーは ロンドンのリトルブリテンのザ・サイン・オブ・ザ・ドルフィンのところへザ・デイリー・クーラントを移転させた。バックリーは後にスペクテーターの発行者となった。ザ・デイリー・クーラントは1735年まで発行され、デイリーがゼッティアーに統合された。ありがとうございます。